ペプチド合成とは、人が設計した通りのアミノ酸配列を持つペプチドを合成する手法のことである。ペプチド合成の方法論ペプチド合成の手法の一つとして、まず純粋に有機合成化学の手法によって合成する方法がある。この方法では天然には存在しないアミノ酸等の合成ユニットを持つペプチドを合成することが可能である。また、 生体内では DNA が RNA に転写され、さらに RNA が翻訳されることによって、設計図である DNA に記録されている通りのアミノ酸配列を持つペプチドが生合成されている。そのため、望みのアミノ酸配列に対応する DNA を細胞に導入してやれば、この生体内のペプチド合成機構を利用して、望みのアミノ酸配列を持つペプチドを合成させる。 ことができるこの方法は遺伝子工学を利用して行われる。望むペプチドを産生する細胞を増殖させることができるため、この方法はペプチドの量産化に向いている。古くは1870年代にシャールらが行ったアスパラギン酸の熱重合によるポリペプチド様物質の合成が知られている。1907年にエミール・フィッシャーらはグリシンと ロイシンからなるオクタペプチドを合成している。口述のように単に有リアミノ酸を縮合してもに両体であるジケトピペラ人体が生成するだけなのでペプチドを合成したというのは一つの成果である。しかしこの頃の合成ではペプチドの一時配列の長さや順序はランダムでありオリゴペプチドを生成したという以上の意味を持たなかった。一次配列の確定したペプチドを合成するには 口術のように保護器を用いた蓄積的ペプチドさ、延長する構成手法が必要である。1932年にベルクマンは、アミノキ保護器として、ベンジルオキシカルボニール元を開発することで、一定配列のペプチドを合成した。ベルクマンらは後に、この一時配列が確定した、リジン合成ペプチドを用いて、酵素トリプシンの基質特異性の研究で成果を上げることになる。 1950年代以降から1980年代までは、ペプチド液創法が発展を続け1953年に、ジュビンアワ,ワードにより、ペプチドホルモンのオキシトシン合成から1980年の、酵素、ライボーヌクリーンス A の合成など、各種生体ペプチドの配列決定からペプチドを合成することで、生体機能を解析が発展した時代でもあった。 液相法とは別に1963年にロバート・メリフィールドらがペプチド型小合成法を開発し全く新しいペプチド合成法も確立している。メリフィールドはこの業績によりノーベル化学賞を授与された。型小合成法は機械化が容易な手法なため今日では配列情報から自動的にペプチドを合成するペプチド合成装置も開発されている。 今日では、サンプル量が必要であったり、簡単な設備で単純なペプチドを合成する場面では、液槽法が用いられるが、分子生物学研究のためにある程度の配列長を持つ任意のペプチドを合成する場合には、もっぱらか多少合成法とペプチド合成装置が利用される。さらに、多様なオリゴペプチドが主役として市販されたり、ペプチドの各種位合成サービスが、 提供されたりしているので、必ずしも現場でペプチド合成を行う必要もなくなってきている。また、口述のように、多症合成法では、合成が困難な長さのペプチドを合成したい場合やペプチド差に、糖査就職などが必要な場合は、最近、線虫あるいは昆虫細胞に遺伝子導入するバイオテクノロジーを応用して、ペプチド合成がなされるようにもなった。 望みのアミノ酸配列を持つペプチドを合成するためにはアミノ酸のカルボキシ元とアミノ元をその配列の順に従って縮合させればよい。しかしカルボキシ元とアミノ元の縮合反応は容易には進行しない。そのため何らかの方法でカルボキシ元を活性化し反応性を高める必要がある。その一方で活性化されたカルボキシ元に対しては 嗅覚性を持つ他の多くの官能元も反応してしまう。アミノ酸には即座にカルボキシ元、ヒドロキシ元、アミノ元、セルフヒドリル元といった嗅覚性を持つ官能元があるため、これらの官能元がカルボキシ元と反応を起こさないように保護しておく必要がある。また、口述の通り N 末端から C 末端へ合成を行う場合、 活性化されたカルボキシ元を持つアミノ酸自体にもアルファアミノ元が存在するため、これも保護しておく必要がある。しかし、アミノ酸配列上で次のアミノ酸ユニットのカルボキシ元と反応させるときには、このアルファアミノ元は脱保護しておかなくてはならない。以上のことから有機合成科学的ペプチド合成は以下のスキームで行われる。 ペプチドの C 末端のアミノ酸のアルファアミノ基以外のすべての官能元を保護する。アミノ酸配列でその隣のアミノ酸の主査のカルボキシキ以外のすべての官能元を保護する。2で調整したアミノ酸のカルボキシ元を活性化する。1で調整したアミノ酸のアミノ元を活性化されたカルボキシ元と反応させる。次のアミノ酸と反応させるアルファアミノ元のみを。 脱保護する。N 末端のアミノ酸に到達するまで2から5を繰り返す。すべての官能元を脱保護する。原理的には上の方法とは逆の方向、すなわち生体内のペプチド合成と同様に N 末端から C 末端に合成していくスキームも考えられる。しかし、一般的には常実の通り C 末端から N 末端へ合成が行われる。また、アルファイ アミノ元がアミド化あるいはカルバモイル化されていないアミノ酸のアルファイ炭素はラセミ化しやすい。現在のペプチド合成法では、形中で発生するアミノ酸のラセミ化によって、生成物がエピ化することを防ぐために反応条件の最適化がなされている。ペプチド合成に用いるアミノ酸は長述した理由から、ほとんどの肝応元を保護しておく必要がある。 シーマッタンのアミノ酸では、アルファアミノキ以外の官能元を、それ以外のアミノ酸では、アルファカルボキシキ以外のすべての官能元を保護する、必要がある。すなわち即差に、アミノ元を持つリジニア、カルボキシ元を持つアスパラギン酸、グルタミン酸では、選択的な保護が必要となる。保護器の種類によっては、アルファ置換器を一旦保護した後、即差の置換器を保護し、 アルファ値観器を脱保護するといったプロセスを経る必要がある。最終的にはすべての保護器を除去する必要があるが、ペプチドは多くの観能元を持つため過激な反応条件で、脱保護を行うと副反応が多発してしまう。そのため、比較的温和な脱保護条件を持つ保護器が用いられている。網の元の保護器アルファ網の元の保護器は、 カルボキシ元との縮合の時に他の保護器を残したまま選択的に脱保護できなくてはならない。前述のようにアミノ酸のラセミ化を防ぐ機能を持つカルバメート型のアミノ元の保護器が主次開発されてきた。現在、主に用いられる保護器はベンジルオキシカルボニル元、タート、ブトキシカルボニル元、フルオレニルメトキシカルボニル元の3種である。Z とは クロロギ酸ベンジルトのシ点バウマン反応で導入できる。脱保護は、フッ化水素酸などの処理のほか、水素化によっても行うことができる。バックキワニ炭酸ジタートブチルトのシ点バウマン反応で導入できる。脱保護は、トリフルオロサク酸による処理で行うことができる。フマックキは N、コハク酸イミドとアミンを反応させることで導入できる。 脱保護はピペリジンによる処理で行うことができる。フマックキは、型症候性にもっぱら用いられる。また特別に区別して、脱保護することが必要な場合には、アリルオキシカルボニルモと、マイナス 3SL モトや1、マイナス3メサルビュートルキが用いられる。アレックキは、テトラキスパラジウムで処理すると、パイアリル作体を形成して、脱保護される。リキ アイボディキはヒドラジンで処理することで脱保護される。カルボキシモトの保護アルファカルボキシモトの保護は、シーマッタンのアミノ酸で必要となる。この保護は、直差のペプチドでは最後に、即差の保護器と同時に脱保護しても構わないが、環状ペプチドの合成やペプチド差同士の結合を行いたい場合には、即差の保護器を残したまま脱保護する必要がある。 エチルエステルあるいはエチルエステルは歴史的にカルボキシ元の保護に用いられていた保護器である。塩酸のアルコール溶液で処理するか、アルコールと塩化チオニルの反応物を R で処理することで合成できる。しかし脱保護が水酸化ナトリウム水溶液での処理となり、この条件ではエピカやペプチド結合の加水分解が競合する。そのため、 通常は他のエステルが使用される。ベンジルエステルはベンジルアルコール中で3触媒あるいは縮合剤を用いてエステル化することで導入できる。またはカルボキシモトをセシウム塩として中華ベンジルと反応させても導入できる。水素化反応で除去できる。タート・ブチルエステルはイソブテンと硫酸触媒で反応させることで合成できる。 酸に弱い保護器がすでにある場合には、バックに O と N、N ジメチルマイナス4、アミノピリジン触媒で反応させて合成できる。トリフルオロサク酸で処理することで除去できる。またアスパラギン酸の即差のカルボキシ元は、容易にアルファアミノ元と縮合して、意味度を形成しやすい。この副反応を防ぐためにシクロヘキシルエステルとすることが多い。 またシーマッタンのカルボキシ元を選択的に脱保護したい場合には、フェナシルエステルやアリルエステルなどを用いる。フェナシルエステルは亜鉛、酢酸還元条件で、アリルエステルはテトラキストリフェニルホスフィンパラジウムにより選択的に脱保護できる。その他の官能元の保護多くのアミノ酸には即座にも官能元があり、これが副反応の原因となるため保護しなくてはならない。 これらの保護器は合成終了時に協賛による処理で一度に除去することが多い。リジン即座の網の下、と、グルタミン酸即座やアスパラギン酸即座のカルボキシ元には上で述べた保護器を適切に選択して用いる。セリンやトレオニンのアルコール性ヒドロキシ元はベンジル元やタートブチル元で保護する。ベンジル元は、フッ水素酸処理や水素化、タートブチル元は、 トリフルオロサク酸処理で除去できる。一方、チロシンのフェノール性ヒドロキシトは2ブロモベンジルオキシカルボニルやタート、ブチルトで保護する。ベンジルトは強酸処理で方向感情のオルトイに転移しやすいため用いない。システインのスルフヒドリルトは4、メチルベンジルモトリチルトタートブチルト N、アミノメチルトなどで保護する。多くの場合、 システインのスルフヒドリル元は最終的にジスルフィド結合へと変換する必要がある。ジスルフィド結合させたい、スルフヒドリル元のみを脱保護することで選択的に結合を形成できる。例えば BZL 期は共産で脱保護され、悪夢期は共産で脱保護されないが要素で選択的に脱保護されると同時にジスルフィド結合を形成する。 そこで、ジスルフィド結合を作りたい二体のシステイン残器がある場合、それぞれの体を BZL 機と悪向きで保護する。まず最初に、共産で BZL 機を脱保護した後、ジスルフィド結合の形成を行うと一対目のジスルフィド結合が選択的に形成される。その後で要素で処理すれば、もう一体のジスルフィド結合も選択的に形成することができる。 アルギニンのグアニジュの元は、嗅覚性が強いため、電子吸引き元である、スルホニル元を保護器として、末端のアミノチ素ソと縮合させて反応性を落とす。P、トルエンスルホニル元などが使用される。ヒスチジンのイミダゾール管は、嗅覚性を持ち、また塩基性によりアルファ炭素のエピカを促進する。パイチ素ソをベンジルオキシメチル元やタート、ブトキシメチル元で保護したり、 タウチッソウに、4次ニトロフェニル元、トリチル元などで保護する。なおこれらの保護器を脱保護した際に生じる、複製生物は、スルフヒドリル元と強い神話性を持つ。そのため、スルフヒドリル元の脱保護に先立ってまず脱保護を行う必要がある。ペプチド結合していないアスパラギン、グルタミンのアミド元は、DCC などの縮合剤により一部が脱水されて、ニトリルとなる。 これは、フッ水素酸などの強酸で処理すると元のアミドに戻るので保護は不要であるが、強酸を使わない場合には保護しておく必要がある。ペプチド結合してしまえば脱水は起こらないので、簡単に脱保護できる保護器が使用される。トリチル元やキサンチル元が用いられる。トリプトファンのインドール感は、酸処理による脱保護の際に酸化やカルボカチオンの負荷を起こしやすい。 そのため、N ホルミル化を行う。ホルミル元は、塩基や、チオールによる処理で脱保護される。酸処理が一度しかない場合には、バック保護でも良い。メチオニンのスルフィド結合には、トリフルオロサク酸処理やフッ化水素酸処理による、脱保護の際に、E1 脱離で生じるカルボカチオンが転移してくる、場合がある。これを防ぐために、スルホキシドに参加して保護する場合がある。 脱保護の際にチオアニオールなどのカルボカチオンスカベンジャーを加えるだけで保護は必要ないことが多い。すでに述べた通り、ペプチド結合を形成するにはカルボキシ元を活性化して反応性を高める必要がある。現在のペプチド合成では、縮合剤を用いて活性化するのが一般的である。縮合剤によるペプチド形成縮合剤として最も一般的なのは、 カルボジーミド系の縮合剤である。N、N 自粛ロヘキシルカルボジーミドが古くから用いられてきたが、複製する自粛ロヘキシル尿素が溶媒に溶けにくく、これの除去がしばしば問題となっている。そのため、複製物の尿素誘導体が有機溶媒によく溶けるジーソプロピルカルボジーミドや酸性の水に溶解する1エチルマイナス3。 カルボジーミドが用いられるようになってきている。また、通常は縮合剤とともに反応速度の向上と、アルファ炭素のエピカの抑制のため、1、ヒドロキシベンゾトリアゾールのような添加剤を加える。セグメント縮合の場合にはさらにエピカが起こりやすいため、それを抑制する効果の高い3、4ジヒドロマイナス3ヒドロキシマイナス4を基礎マイナス1、2、3ベンゾトリア人が用いられる。 カルボジーミド系の縮合剤以外には、ホブットニホスフィンなどを結合させて縮合剤としての能力も持つようにした主役が知られている。このタイプの縮合剤は、トリスホスホニウムヘキサフルオロホスファートが最初に開発された。現在よく用いるものとしては1、ビスメチレン -1H ベンゾトリアゾリウムマイナス3、オキシドヘキサフルオロホスファートがある。 活性エステルによる、ペプチド形成カルボキシ元を、脱離能の高いアルコキシ元と一旦縮合させたエステルを作り、これにアミノ酸を反応させる方法が、活性エステル法である。ニトロフェノールや、N、ヒドルキシスクシンイミド、ペンタフルオロフェノール等々のエステルが用いられる。活性エステル化法は口述する、感情ペプチドの形成や繰り返し単位を持つ。 ポリペプチドの合成に用いられる。繰り返し単位となるジッペプチドやトリペプチドのアルファ、カルボキシモトを活性エステルとした後、アルファアミノ素を脱保護すると重合が、起こりポリペプチドが形成される。混合酸無水物法低温でカルボキシモトに、クロロギ酸エステルやカルボン酸クロリドを反応させて、混合酸無水物とし、これにアミノ酸を反応させる方法が、 混合酸無水物法である。非常に反応活性が高いため、か高いアミノ酸同士の結合など縮合剤による方法では、反応が進行しない場合でも反応が進行することがある。環状ペプチドの形成環状ペプチドの形成は一種のセグメント縮合で、かつ大因関係性反応である。セグメント縮合であるので、エピカが進行しやすい。そのため、 エピカが起こりにくい縮合法を用いる。分子内でカルボキシ素と網の素を縮合させるために、高度希釈法が用いられる。また縮合剤による方法では、縮合剤の濃度が高まると分子間縮合が起こりやすくなるため、縮合剤の添加は少しずつ長時間かけて行う。環状ペプチドでは、どのペプチド結合で缶を形成させるかに任意性がある。 エピカの起こらないグリシンのカルボキシ側や起こりにくいプロリンのカルボキシ側が第一の選択肢として選ばれる。しかしンカの製品はペプチドの立体配座に左右されるため、それについても考慮する必要がある。ライゲーションライゲーションとは、血殺を意味するが、ペプチド合成においては、特に無保護のペプチド差に対して、別のペプチド差を結合させるプロセスを言う。 セグメント縮合が保護されたペプチド差同士を縮合させるのに対し、ライゲーションでは無保護のペプチド差に再度の保護を施した後、結合を行う。このため、生体内から管理されたペプチドや遺伝子工学的、ペプチド合成によって合成されたペプチド差などに対しても新たに人工的なアミノ酸配列を付与することが可能である。 ライゲーションさせたいペプチド結合のカルボキシ元は、チオエステルとする必要がある。チオエステルを塩化銀とフットとアミンで処理すると、活性エステルであるフットエステルが生成する。これにライゲーションさせたいペプチド結合の網の元側の、ペプチドを加えると縮合が起こる。この方法では、即差の肝能元の内ジンの網の元とシステイの、スルフヒドリル元の保護が必要である。 ネイティブケミカルライゲーションチオエステルとシステインからアミド結合を生成するネイティブケミカルライゲーションと呼ばれる方法がある。この方法では即差の関能元の保護は必要がないがライゲーション部位の N 末端アミノ酸はシステインである必要がある。ペプチドの C 末端チオエステルに対して N 末端がシステインであるペプチドを加えるとシステインのスルフヒドリルが カルボニル元を嗅覚攻撃し、チオエステル交換反応が起こる。続いて隣接する網の元が、カルボニル元を嗅覚攻撃し、スルフヒドリル元が脱にして、ペプチド結合が生成する。蒸気のネイティブケミカルライゲーションをシステイン以外の N 末端にも適用できるようにした改良法として、補助器を用いた方法がある。これは、 N 末端の網の木上に補助器としてスルフヒドリル元を持つ地換器を導入する方法である。歴史的なペプチド結合の生成法以下に歴史的に用いられたペプチド合成法について示す。フィッシャーのペプチド合成1903年にエミール・フィッシャーが開発したペプチドの合成法である。ペプチド結合の形成をアミノ酸エステルとアルファー、 ハロカルボン酸クロリドとの間で行った後、αE のハロゲン原子をアンモニアを用いて、網の元へと置換する合成法である。α、ハロカルボン酸クロリドとの反応を繰り返すことで、ペプチド差を延長していくことが可能である。この方法を用いてフィッシャーは、タンパク質がアミノ酸の重合物であることを示した。しかし、この構成法では新しく導入される α、 網の元の立体配置を制御することが困難であるため、現在ではまず用いることがない。N、カルボキシアミノ酸無水物の 15α、網の元と α カルボキシキ以外のヘテロ原子を保護したアミノ酸にホスゲンを反応させると、クロロギ酸アミドが生成し、さらに分子内でカルボン酸無水物を形成して N、カルボキシアミノ酸無水物が生成する。 この化合物は少量のアルコールやアミンを添加すると快感重合を起こし単一のアミノ酸からなるポリペプチドを生成する。この方法で調整されたポリペプチドはタンパク質のモデル化合物としてしばしば用いられた。また N、カルボキシアミノ酸無水物に糖量のアミノ酸エステルを作用させればジペプチドを得ることができる。酸処理により N 上のカルボキシを除去してから さらに別の N、カルボキシアミノ酸無水物を作用させるプロセスを繰り返せば、ペプチド差を延長していくことが可能である。しかし、それぞれのアミノ酸の N、カルボキシアミノ酸無水物を調整するのは、猛毒のホスゲンを用いることもあって、かなりの熟練を要する。そのため、現在ではまず用いることがない。アジド法現在の縮合剤による方法が確立するまで、 アルファ炭素のエピカが少ない方法として用いられていた方法である。特にペプチドサ同士を結合させるセグメント縮合にこの方法が使用された。まず、結合させるペプチドサのカルボキシ元をカルボン酸ヒドラジドへと変換する。これにはエステル保護されたカルボキシ元に直接ヒドラジンを反応させる方法と有利のカルボキシ元に バック保護したヒドラジンを縮合剤で縮合させた後、バックを脱保護する方法がある。次に、サンヒドラジドをアショウ酸エステルによって酸化して、カルボン酸アジドへ変換する。これを、トリエチルアミンの存在下に、相手のペプチドさの網の素とと縮合させる。アジド法は、カルボン酸アジドの反応性が低いため、即座の網のもスルフヒドリル元以外の関納元は、 保護せずに行えるメリットがある。しかし、反応操作に厳密性が要求されること、また、毒性のあるアジカ水素が複製し、爆発性を持つアジカ物が残存したりすること、にもかかわらず収率が良くないことから、縮合剤を用いる方法にとって変わられた。シッタンのアミノ酸の保護器をポリマーに端示すれば、型症状で、ペプチド合成を行うことが可能である。 この方法は1962年にロバート・メリフィールドによって開拓された。メリフィールドが用いたのはポリスチレンマイナスジビニルベンゼントモジュー合体にメトキシメチルクロリドを用いてヒドルキシメチル元を導入した合成樹脂であった。型小ペプチド合成はルーチン化された手順と反応条件で反応を行う自動合成へと発展した。片合成法では アルファアミの元の保護器として、フルオレニルメトキシカルボニル元を使用するのが一般的である。遺伝子工学的ペプチド合成は DNA 合成や逆転者酵素、制限酵素の発見などを技術的な基盤として1970年代後半に確立された。1977年に板倉イ一らによって行われた大腸菌を用いたソマトスタチンが最初の例である。 遺伝子工学的ペプチド合成は以下のような手順で行われる。目的のアミノ酸配列をコードした DNA 断片を調整する。DNA 断片をベクターへ組み込む。ペプチドを酸性させる細胞にベクターを取り込ませる。プラスミドを取り込んだ細胞のみを選別する。選別した細胞を増殖させ、酸性されたペプチドを回収する。目的のアミノ酸配列をコードした。 DNA 断片の調整方法には大きく分けて2種類ある。一つは科学的に DNA を合成する方法である。現在では自動合成装置が市販されており、これを用いて望み通りの塩基配列を持つ DNA を合成することが可能である。合成する DNA の塩基配列には目的とするアミノ酸配列をコードする翻訳領域の他に、 ベクターと結合させるための制限酵素認識部位が必要である。また、できたペプチド差を酵素などで切り出すためのアミノ酸配列に対応する塩基配列を組み込むこともある。自動構成では塩基がうまく結合せず塩基配列の一部が欠損した DNA が生成し、その割合は塩基数が多くなるほど増える。そうすると完全な塩基配列を持つ DNA を 生成して取り出すのが困難になってくるので合成できる配列の延期数には上限がある。もう一つは目的とするペプチドの翻訳元であるメッセンジャー RNA から調整する方法である。目的とするペプチドを産生している細胞内にはそのペプチドの翻訳元であるメッセンジャー RNA が必ず存在しているはずである。まず、 その細胞内に存在するすべてのメッセンジャー RNA を混合物として取り出した後、メッセンジャー RNA の3末端のポリアデノシン1リン酸配列に結合するオリゴデオキシチミジン1リン酸のも末端に後でベクターと結合させるために必要な制限酵素認識配列を結合させた DNA 断片をプライマーとして加え、逆転者酵素により CDNA を調整する。 こうして調整した CDNA 混合物に対し目的の CDNA と結合する塩基配列に制限酵素認識配列を結合させたプライマーを添加して PCR 法を行う。すると目的とする CDNA のみが増幅されて得られる。得られる CDNA は目的とするアミノ酸配列をコードする塩基配列の前に制限酵素認識部位を 後ろにポリアデノシン一ン酸配列と制限酵素認識配列を結合したものになる。遺伝子を発現させて、ペプチドを合成するためのベクターとしては対象とする細胞の種類によりプラスミドやバキュロウイルスなどが用いられる。ベクターにはある種の抗成物質への耐性を持たせる遺伝子とペプチド合成を制御するためのプロモーター、オペレーター、 リボソーム結合部位、そしてその下流に制限酵素認識部位を集めたマルチクローニングサイトや工事する DNA が導入された細胞の選別のための酵素をコードする遺伝子が組み込まれている。さらに得られたペプチドを生成しやすくするためのポリヒスチジンタグをコードする遺伝子やペプチダーゼで目的のペプチドを切り出すための酵素認識部位を高度する遺伝子を含むこともある。 DNA 断片はマルチクローニングサイトに導入される。ソマトスタチンの例では、ラクトースソペロン内のベータガラクトシダーゼをコードするレイス内に導入された。DNA 断片のベクターへの組み込みは以下のように行われる。まず調整した DNA 断片の両末端に導入した制限酵素認識配列を制限酵素により切断して付着末端を作る。 ベクターの側も制限酵素で切断して付着末端を作る。この二つを混合すると付着末端同士がアニーリングし、ベクターに DNA 断片が組み込まれる。これを DNA リガーゼでライゲーションして DNA 断片を結合させる。DNA 断片を組み込んだベクターをターゲットとなる細胞に導入する方法はいくつかある。 大腸菌では塩化カルシウムや塩カルビジウムで処理してコンピテントセルとしてプラスミドを取り込ませる方法、マイクロインジェクションにより直接導入する方法、電気により細胞膜に穴を開けてそこからプラスミドを導入する電気先行法などがある。酵母では細胞壁のペプチドグリカンを除去したスフェノプラストに DNA を取り込ませるスフェノプラスト法、 酢酸リチウム溶液で処理して DNA を取り込ませる酢酸リチウム法などがある。ベクターを取り込んでいない細胞や制限酵素による切断がなされなかったことにより DNA 断片が取り込まれていないベクターを取り込んでしまった細胞も存在しているため DNA 断片が組み込まれたベクターを取り込んだ細胞だけを選別することが必要となる。これには ベクター上にある遺伝子を利用した2段階、選別法が用いられる。ベクター上にはある種の構成物質への耐性を与える遺伝子があるため、ベクターを取り込んだ細胞は培地にその構成物質が含まれていても増殖が可能である。そこで、構成物質を添加した培地でコロニーを形成した細胞はベクターを取り込んでいることがわかる。また、DNA 断片が ベクターに組み込まれた際に DNA 断片が挿入された位置にあった遺伝子はその機能が失われる。DNA 断片はある酵素の遺伝子上に挿入されるためその酵素の働きが失われることになる。例えば β ガラクトシダーゼの働きが失われたことは X ガルを分解して青色の色素を形成する能力が失われたことで知ることができる。このようにして DNA 断片が組み込まれたベクターを取り込んだ細胞だけを選別できる。組み替え DNA から産生されるペプチドは細胞の機能に影響して増殖を不可能にしてしまうことがある。そのためオペレーターによって遺伝子の発現は抑えられている。インデューサーを添加することによって遺伝子が発現し、ペプチドの産生が開始される。産生されるペプチドは DNA の導入されたベクターによって欲しいペプチドそのものではないことがある。ソマトスタチンの例では、ベータガラクトシダーゼの遺伝子の途中に、ソマトスタチンの遺伝子を挿入したため、ソマトスタチンの N マッタン側に、ベータガラクトシダーゼの N マッタン側アミノ酸配列の一部が結合した、融合タンパク質として得られてきた。なお、ガラクトシダーゼの C マッタン側の配列は、 ソマトスタチンの遺伝子の収支コドンによって翻訳が停止するため付加されない。ソマトスタチンの遺伝子の手前にメチオニンのコドンを導入しておき、収穫試案でこのメチオニンを分解することによってソマトスタチンの切り出しを行っている。他にペプチダーゼの酵素認識部位をコードする遺伝子を導入しておき、ペプチダーゼで目的のペプチドを切り出す方法なども知られている。 ありがとうございます。